米の品薄状態が続く中、農林水産省は今週火曜日、在庫を持つ卸売業者に対し、小売店に十分に行き渡るよう要請しました。昨日坂本農水大臣は対応の遅さについて問われると。卸の皆さん方にしっかりそのまったに届けていただくようにというようなことを申し入れしたということについては、 遅きににしたというは思っておりません早いところでは新米の流通がすでに始まっていて農水省は来月中には品薄が解消される見込みだと説明しています。